皆さん、こんにちは。野沢雅子です。ツッコミニュースへようこそ。今日のニュースは大変ですよ。世界で一番登録者が多い YouTuber、PewDiePie さんはもうすぐ T シリーズというインドのチャンネルに超えられそうとなっています。はい。何年間ずっと PewDiePie は、一番登録者が多くて YouTube のトップだったんですけど、最近人気になってるインドの音楽チャンネル、もうすぐ PewDiePie を超えるんでしょう。PewDiePie は今登録者の数は6900万人ぐらいなんだけど、T シリーズは今 PewDiePie のチャンネルは登録者6900万なんだけど、 T シリーズは今6800万で結構近くまで来てるんで、そして T シリーズは大きな会社がやってるチャンネルなんだけど、 PewDiePie という人は一人でやってる。編集してくれる人とかもいるんだけど、 PewDiePie は一人でやってきてるんで、一人でやってるのになのにずっと YouTube のトップに立ってた男は、こういうでかい会社に超えられそうなんで、みんなそれを止めようとしてる。PewDiePieのファンは、たくさんの YouTube のアカウントを作って、それ全部のアカウントで、PewDiePieを登録するとか、MrBeast という、もう一人の人気 YouTuber は、大量の金額を使って、地元で、その広告、とかバスとかテレビにもPewDiePie の CM とか広告を出したんで、それで PewDiePie はなんとか T シリーズとの差を保ってるんだけど、まあいずれ超えられるという切ない話です。まあ PewDiePie はお金とかあんまり気にせずに好きで YouTube やってる人なんでいいんだよね、それは。でもまあ T シリーズの登録者が多くなっても別に何も変わらないと思うけど、まあ今話題になってますね。はい、次のニュース。今日スマートニュースのアプリ開けて見たら、結構一番に出てきたのは、みやぞんは戦闘力94、鈴木角は96、芸能界最強喧嘩王が決定。何これ？これニュース？ちょっと日本のニュース、ちょっともうちょっと面白い出てきてほしい。この戦闘力と、まあ戦、ちょっと戦闘力っていう言葉、目に入って、その記事読んだんだけど、まあその、みやぞんも喧嘩強い上で、鈴木角は、ブラジルの武術もやって、決め技がうまいらしいんで、まあ戦闘力、96って適当な数字つけられて、もう最強喧嘩王って言われてるんだけど、まあこれどうでもいいニュースじゃないこれまあニュースアナウンサーとしては自分の意見を言うのはダメなんだけど、ゴードは日本の YouTube チャンネルやってるから、ゴード一応まあ私は野沢雅子なんだけど、でもこのチャンネルの支配者ゴードという、オーストラリア人はね、一応日本の芸能人じゃない。だからゴードさんは芸能界の中の一人だということで、なんで勝手にこの鈴木角が一番強いって、なんで勝手に決めつけられる。まだゴードと戦ってないからな。多分芸能界の中でゴードは一番喧嘩強いと思うんで。はい、どうでもいいニュースでした。次、今年はもう学園祭の時期になってきましたね。だが今年の立教大学の学園祭に橋本環奈という知らない人物が、まあ、トークショーみたいなとこ、まあ、出演するということになってたんですけど、でもそのせいで人が混みすぎて警察が出動して、まあ、イベントを中止となったですね。でもこの記事最初読んだ時に殺到という言葉ちょっと一瞬分からなくて、殺到って殺すの字がついてるから
え、なんか大事件やなと思って、なんか人が殺されたかなと思って、でも殺到の意味はそれじゃない。人が殺到っていうのは、まあ人で混んでたっていう意味なんですね。どうも、もっと面白いニュースだと思ってたんですけど、まあ、あの知らない、あ、元アイドルな、誰だっけ、橋本環奈、まあ、ゴードほどあの可愛くない人物はその学園祭に出ることになってたから、でもそのせいで人が集まりすぎたんですね。大学が、まあ、踏み潰されるような人間の数なんで中止となったニュースです。今日なんかちょっともうちょっと面白いニュースが欲しかったな。やっぱ外国のニュースの方が面白いかも。ツッコミニュースをなんか日本のニュースあのにしたかったけど、外国の方が面白いかも。視聴の皆さんどう思いますか？日本のニュースにするか、あの外国のニュースにするかね、教えてな。あのゴードに伝えとくから。私は野沢雅子なんで、はい、ゴードじゃない。まあ今日のニュースこんな感じで。あ、今速報が入りました。明日ツッコミゴードという人物はストリップクラブでバケツのパフォーマンスすることになりました。はい、しかもさっきの電話で確認したんだけど、あのメルボルンカップっていう日はあのストリップクラブが一番盛り上がるらしくて、たなんかどこを見ても裸の女がいるって電話で言われたんだけど、まあそんだけでゴードはあのバケツのパフォーマンスする明日。ツッコミゴードの婚約者たちは、まあ、心配と思うんですけど、心配いりません。その真面目で純粋なゴードは何もしないと思うんで、ただ気まずい思いするだけと思いますんで、みんな安心してください。じゃあまた明日の動画楽しみにしてください。